回はくるりんぱ4つで簡単ハーフアップの作り方をご紹介いたします。表参道の夏やヘアスタイリストの原が解説いたします。今日のポイントはアレンジの前に先にスタイリング剤をつける。1つ目の毛束は V 字に引き出して結ぶ。そうすると収まりが綺麗になります。くるりんぱの割れ目を出さない引き出し方、中心から外側に向かってほぐします。2つ目のくるりんぱは1つ目のゴムを隠すようにします。サイドの毛は前ではなく後ろに引きます。今回はくるりんぱを4つ作ります。ゴムを5つとバレッタ等の飾りピンをご用意ください。アレンジの前には必ずスタイリング剤をつけましょう。先につけておくことでまとまりが出てアレンジがしやすくなります。つけ方は毛先を中心に内側からしっかりとなじませます。まず1つ目のくるりんぱ用にトップを分け取ります。このように V 字になるように分け取ってください。こうするとくるりんぱをした時に土台の形が綺麗になります。結んだら上から指を通して穴を作ります。その穴に上から毛先を通してくるりんぱをします。くるりんぱの中心部分を外側に引くようにしてほぐします。最後にトップの部分を軽く引き出すと割れ目の出ないくるりんぱの引き出し方ができます。2つ目はサイドを残した状態で上半分の毛を分け取ります。そのまま結び目の上にかぶせます。この時1つ目のゴムを隠すようにして結びましょう。毛束を下に引きすぎないようにするとうまく隠れますよ。結び終わったら根元に指を通します。先ほどと同様上から毛束を通してくるりんぱをします。通したら左右に引っ張って結び目を締めた後、外側に向かって割れ目を隠すように引き出します。3つ目のくるりんぱはサイドの毛を使っていきます。この時前ではなく後ろに向かって引っ張りましょう。なるべく1つ目2つ目の結び目に近い位置で結びます。そうすると隙間が空かず綺麗な仕上がりになります。後ろ方向に穴を作ったらくるりんぱをしていきます。この向きでくるりんぱをすると毛束が自然と中心に向かいます。軽くほぐしますが耳上の部分はたるみやすいのであまり触らないようにしましょう。反対側も同じようにしたら5つ目のゴムを使って左右を合わせて結びます。結んだらその上にバレッタをつけていきます。ゴムが隠れるような大きさのものを選ぶのがおすすめです。飾りがつくだけで一気に華やかになりますね。凝った雰囲気が出るのでお呼ばれなどにもおすすめです。ぜひ試してみてください。このチャンネルでは表参道の美容師がショートヘア、ショートボブ、ボブを毎日楽しむための有益な情報を週に2回火曜日と土曜日に配信しております。チャンネル登録していただけると私たちの動画を作る活力になりますので、チャンネル登録されていない方は画面下のチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。よろしくお願いいたします。